うほほーい、見てみろい、これすげー、今世紀一番の大発見だぜ。うん、俺には分かってたんだ。ピラミッドの中にもう一つの現実があって、莫大な秘宝が隠されていることが。これで日本の初島龍介から世界の初島龍介へだ。それを持ち出してはなりません。あ、誰だ？おお、すげえ美人だ。俺はなんてついてるんだ。こんな素晴らしい秘宝を見つけ、考古学者としての名を世界に轟かせ、それでこんな美女にお茶に誘われるなんて、ねえ。お茶に誘っているのではありません。その黄金の宝を持ち出してはならないと言っているのです。ねえねえ、お茶だけ？できればその後も付き合ってくれないかな。ね？あなたは人の言うことを全く聞いていない人ですね。ああ、もう我慢できないぞ。お茶なんてまどろっこしいことは言わないでさ。最終目的は皆同じさ。もうおっちゃめ。なんてことを。そうですか。わかりました。わかりましたってことは、いいってことかな？そうじゃありません。こういうことです。わっ、わわわわ、な、なんなんだお前は。さては流行りの SFX だな。え、俺がそんなことくらいでなえると思ったら大間違いさ。ほら、これ見てみなさい。ほら、我が主人を守る黄金の秘宝を脅かす者、地底の深くへ誘いたまえ。何が誘い？愚か者め、一千年の時を超えても我が力衰えるものじゃないわ。た、助けて！た、助けてくれ！俺高所恐怖症なんだ！高いの嫌い！長いのよりは太いの。なんでピラミッドの中で電話の音がするんだ？俺の研究室じゃないか。そうか、俺は徹夜で論文を書いていて、いつの間にか寝てしまったんだ。